戦争小生博物館とは、ベトナムホーチミン市の3区にある、ベトナム戦争の歴史を綴る、博物館である。石川文博が、ベトナム戦争で使用した、ニコニエフ会館時間は、7時30分12時、13時30分17時。3階建ての展示館が中心となっており、敷地内には、ベトナム戦争で使用された、戦闘機や戦車の野外展示のほか、 コンソン島刑務所の牢獄を再現した建物や売店が存在する。展示館の屋内には、大砲や爆弾などの遺物、当時の報道写真などの戦争の足跡をたどる隠し記録が展示されている。他にも戦後のものとして、枯れ剤の犠牲となった人々の写真や、世界中から集められた反戦ポスターを展示する、児童向けのコーナーも存在する。 ベトナム戦争中に命を落とした戦場カメラマン、報道写真家たちについて紹介する記載橋があり、ロバート・キャッパをはじめとした世界中のカメラマンについての寄稿文が写真とともに飾られている。日本人カメラマンも多く紹介されており、ピューリッツァー賞写真部門を受賞した沢田京一の安全への逃避も展示されている。また、地雷を踏んだら、さようならで知られる。 一ノ瀬大蔵を紹介する文と、彼が愛用していたカメラの写真があるほか、石川文博と中村五郎の常設コーナーが設けられている。また、日本共産党提供によるコーナーには、当時の日本でのベヘイレンなどによる反戦運動の様子や赤旗紙の広告なども展示されている。ありがとうございます。